回ってる？そもそもここで合宿をしようとしたきっかけといいますか。そうだ。すごいタイミングだね。すごいよ。探しに。あ、大丈夫だよ。うん。あ、大丈夫です。待ってました。崩れてる。いつでも撮ると思って待ってましたから。まず最初にまあ、僕がお世話になった中川さんがうちの方に移住されまして、連絡取ったらタイに走りに来なさいとメールが来たのが最初 で、それから高志が2年後かな来るようになってきて、でまあその後ユキヤが、はい、来るまでは結構ユキヤが来た頃には6人ぐらいだったかな、8人ぐらいだったかな、ましたよね、はい、うん、もう全く分かんなかったんですけど、海外一人とこもあったんで、空港にバンコクで一泊してこっちに来るつもりが、なんかチェンライ行きの便に乗れそうだっていう話を聞いて急遽飛び乗ったんですね。したらたま同じ飛行機で兄ちゃんがたまたま空港に迎えに来てて、でなんかこうねえ、あれなんでタカシ出てきたのなんて、びっくりしたね。では長い話ばっかりだね。そうです、僕初めて来た時にバンコクまでの切符だけを買ってきたんですけども、そこからバスで兄ちゃんの今の奥さんのあんちゃんに、バス停までタクシーで連れて行ってもらうからっていうふうに言われてて、でバーガーキングで待ってますって兄ちゃんに電話して、待てども暮らせども僕写真でしかあんちゃん見たことなかったから分かんなかったんですね、何も分かんなくてな。そうです、あんちゃんも分かんなくて、あんちゃんが最後にバーガーキングの前に大きいリンコ袋を持ったタイ人がいるって、兄ちゃんに電話、タイ人ならいるって、タイ人ならいるって、日本人はいないけどタイ人ならいるって、それが僕だったっていうか。まあそれで無事出会えて、でバス停まで送ってくれて、僕は来たろう2001年なんでもう10年目ですかね、うん、はい、11年かな、はい、長いですね。もうこっち来てから持久力ついたんで、言ってた言ってた、キロまでのとか1時間までの男とかいろいろ言われたんですけど、こっちに来てから持久力に自信がついたというか、だから僕は8年目ぐらいですかね、はい、もうなんか8年も経ったか、ああ1日のスケジュールですか。練習スケジュール、最近になってやっとスケジュール立てるようになったというか、最初ここ3年ぐらいは3日になってやっと3日練習して1日やす、まあ、休むというかフリーのスタイルでやり始めたんですけど、それまではノープログラムだったんです、ずっと体壊れるまでですよね。ああ休みなかったもんね。なかった。みんなが腹壊して休むって感じでしたね。腹壊すとか、なんか日射病になって休んだり、朝起きてこなくなったり。ヨーロッパとかはね、雨降ると休みとかね、あるけど、タイは雨降んないから、ね、休む理由がないんだよね。今は8時半に毎日朝に集合して、でそれから朝ごはん食べに行って、それから練習に行って、まあ夕暮れまで走ってるっていうのが、はい、スタイルですよね。休養日はもう朝からもみんな開放感たっぷりの、ええ、でも結局乗ってるよね、うん、なんだかんだ80キロぐらいだね、うん、休みでもね、うん、80キロはもうなんか休みだよね。休みだね。うん、今日も走り切るから乗ったけど、確かに、うん、僕は1月の5日からですね、打ち上げてすぐに来て、でランカウイに合わせて行ったんですけど、うん、やっぱりここ最近では今年が一番長いですかね。いつも1ヶ月ぐらいだったんですけど、
今年は、まあ、ランカウィー入れてですけど45日間きっちり、はい、いることになってるんで、やっぱりこっちに来るとなんか準備やっとできるなっていうか、うん、早く1月になったらもう来たいというか、落車して滞在期間が伸びたよね、ちょっとね。そうですね、早めに帰ってきたから。そう、ランカウィーから早めに帰ってきたから、はい、滞在期間がちょっとだけ伸びました、1週間、はい、でもそれはそれで本当に僕は練習するにもいいですけど、はい、落車して思ったのは休むところもいいところだなと、でもありますね、うん、考えるの嫌だよね。この日本だったら道がさ、あ、このコーナー、このカーブを1つ、あと2つ、3つ行ったら頂上だなと考えるじゃん、うん、タイだと考えるの嫌なのね。もう上りがあって もうショックを受けるのもめんどくさいっていうかね。なんかもうただ上りを上るだけって、目の前の上りをこなしていけばいつかはつくさみたいなね。うん、どうですか、このタイの合宿の経験は。いやいいですよ。なんですかね。いきなり上り行こうと思えばここ行けますし、もうそれこそ上りスタートのレースももちろんありますし。平坦走って最後アップダウンでとか、もういろんなコースが取れますし、もうレースシミュレーションしやすいですよね。あと、なんですかね、自分1年間で自分の成長が見れるところでもあり、今年はここまで登る、このペースで行けたけど、はい、今年は1段重くしてここを登れたとか、はい、あとはここの上りを登っていれば、ツールはここのきつい上りはないんで、ジロは違いますけど、はい、逆にジロはもうこういうのばっかりで、意外とここで練習していくとジロも調子良さそうだなっていうのもありますし、うん、結構そういうジロはなんか自然と戦うことが去年のコース多かったんで、結構タイの走ってて良かったなというか、まあ、練習終わって帰ってきてシャワー浴びたらもうね、ドロッドロになってるのね。しょっぱいよ、最初しょっぱくない？なんか水が垂れてきた時さ、あ、しょっぱいって思うよね。あ、やったなっていう。でもなんか流れてく水もなんかもう茶色くなってる。なってるなってる。今日も頑張ったなっていう。今日も頑張ったって感じがするんですよね。実際かなり頑張ってるんですけど。うん、確かに一年中で一番練習する時です。こんな練習できないね、シーズン中ね。できない、できない。こっちにいてもなんかあれなんですよね。とにかく時間が経つのはあっという間なんですよね。1週間も1ヶ月もあっという間に経つんですけど、うん、ただ練習距離だけはすごい半端じゃない自転車乗れて、だけど苦しく、まあ楽しいし、なんていうんですか、すごいこういい、すごいきつい練習ができて、しかも精神的に負担がなくて、で経済的にもあまり負担がなくてで楽しいっていうかね、やっぱり楽しいから時間が経つの早いですけど、うん、そういう風な、強くなれる。タイで10日間練習するのは、はい、日本で1ヶ月みっちり練習するのと一緒だよね、うんうん、10日で本当そのぐらいの結果は出るよね、うん、